環境を変えることの大事さだったりとか、で、横浜市のこう未来のビジョンというか、本当に喉から手が出るぐらいあの試合は点が欲しかったですし、あ、このクロスは達也くんはいいもの持ってるな、それは間違いなくあの世界での経験だったりとか、ただここで本当にようやく僕自身がスタートラインに立てたと思ってるんで、ここからちょっとあの子供の頃というか、その横浜市でそのサッカーをやって育った頃の話をちょっと伺えればと思うんですけど、小中学生の頃の自分っていうのは今考えるとなんかどんな選手だったの？まあ自分勝手な感じだったというか、やっぱり放課後とか練習しますけど、ほとんど自分でドリブルして、自分でドリブルしてシュート打ったりとか、まああんまり同じ一緒にサッカーしたいって思われてなかったのかもしれないです。中学に上がるときですね、その東急レイエス、僕も川崎あの出身なんで、そのどういう感じのクラブかってすごく分かるんですけど、はい、東急レイエスのセレクションに落ちてて、豆戸 FC に行かれたっていう、はいはい、なんかその豆戸 FC での経験っていうのは、なんかどんな経験が今につながってるって感じ？今ちょっと正直分かんないですけど、当時はやっぱりここの神奈川県のクラブでは、やっぱり東急レイエスに入りたいという思いを持った選手が結構、やっぱ多かったし、まあ、僕もその1人、僕の小学校のチームから5人、4人ぐらい受けたのかな、まあ、他の選手はもう2次試験、3次試験、4次試験、合格までした人もいたんですけど、僕は1次試験で落とされるっていうところも味わってこう、まあ、最初の挫折と言っても過言ではないところではあって、ただその後に本当最後のセレクションで、ここに引っかからなかったら、学校の部活でやるって気持ちだったんですけど、まみのさんが僕を必要としてくれて、そこで死に物狂いで3年間頑張ったっていうような印象はありますけど。それで本当に東光学園高校に進まれて、でやっぱりそこですごくあの話題になったと思うんですけど、そこからあのジュビロ磐田でプロ入りした理由っていうのはどういったところになったんですか？七海さんの存在が大きくて、七海さんからお前は間違いないものを持ってるからこのクラブで成長してほしいっていうのは本当にその思いが強く感じたので、そこの その七海さんの存在とクラブの熱意っていうのは強く感じていましたね。プロ入りしてからがその試合になかなか出られるっていうところで、その理由っていうのはなんか今自身でどういうふうに捉えていますか？監督のやりたいサッカーコンセプトがある中で、僕自身の能力、監督が僕を使いたいっていうふうにこう思わせられなかったのはあると思いますし、ただ僕は使ってもらえれば絶対にやれるっていう自信が常にあったし、その中でもこいつを使いたいって思わせられなかったのは僕のやっぱり力不足なところはあったなと思います。水戸での経験っていうので、あれ2019年の後半にその期限付き移籍しましたけど、あれっていうのはどういうなあの形というか流れであの水戸移籍は決断されたの？やっぱりジュビロでもすごく構想外でしたし、環境を変えたいっていうところ、もう試合に出て学ぶことしか、まあ、もちろん若い時に試合に出れずに学ぶことっていうのはもちろんあると思いますけど、試合に出てしか学べないことの方が圧倒的に多いので、ここから先は試合に出るしかないっていうことでレンタル席っていうのを考え出して、そこで必要としてくれたチームコンセプトも含めて必要としてくれたっていうのは大きいですね。で、長谷部監督の下であの半年間プレーされて、すごくやっぱりストライカーとして の輝きというか、やっぱりその小川選手の力が本当示されたあの半年間だったんですけど、やっぱり水戸での経験っていうのは大きかった？そうですね、やっぱりその頃は J1 で降格争いしてるジュビロから J2 で昇格争いをしてる水戸に来て、もう本当に若い選手も水戸は多かったですし、みんながこう悔しい気持ちを持って水戸に来る選手が多くて、反骨心だったりとか死に物狂いでやるっていう気持ちの強さだったりとかを持った集団に来て、こうもこのチームの内の雰囲気が違うもんなのかっていうのをすごく感じましたし、ここから這い上がるっていうみんなの目とか、まあ、そういうのを僕も感化されて、すごくいい経験、あの半年間は、まあ、得点も取れましたし、多少は、まあ、その中でもやっぱり自分の能力というか、もう一回再度確認できたというか、そういった期間になりました。小中学生の頃の
結構なんかその頃はなんだろう、セカンドトップ的な本当あの選手だったみたいなのどっかで拝見したんですけど、中学生の時にトップ下とかをやってはいましたけど、やっぱり僕はシュートがすごい得意で、父親からも小さい頃から左足のシュートもすごい練習させられてた、まあ、それが本当に今にも生きてると思うし、まあ、やっぱりシュートっていうところに関しては昔から得意なところはありましたね。好きだった選手だったり得意としていたプレーっていうのは参考にしている選手、その小さい頃から参考にしている選手はそんなにいなかったですけど、やっぱり年齢上がっていくにつれて日本だったらやっぱ大迫選手とかはプレーを見てキープできる点を取れるっていうのが本当にいい方だと思ってたんで、大迫選手のプレーを参考にしたりとか、まあ、海外で言ったら今だったらレバンドフスキだったりとかスアレス選手だったりとか、そういったところは参考にしてます。昨年 の, その五輪メンバー発表直後の長崎戦で素晴らしいゴール決められてたりと、あれあの右足アウトでトラップして左足ボレーって、なんかすごいなんかゴールセンスの塊だなみたいな感じで感じたりとか、今季もあのホーム仙台戦ですかね、左足ボレーって、あー、はい、決めたりとか、本当右足左足頭何でもいけるっていうのがあの一つストライカーの特徴としてあると思うんですけど、どんな練習をされてきたんですか。まあ、まず根本にあるのがやっぱり先ほども言った父親の逆足も蹴れるようにするっていう教えがまず根本にあって、仙台戦のシュートだったりとか長崎戦のシュートだったりとかは七海さんが結構本当につきっきりでシュート練習をついてくれることが多くて、そのシュート練習の賜物というかあの形っていうのは本当によくやってたし、シュート練習のいろんな形を七海さんから教えてもらってつきっきりやってもらってたんで、まあ、そこにあのゴールの秘訣というか、まあ、そういったところはあると思います。シャドウのポジションで起用されることが多いと思うんですけど、やっぱりなんかそのファーストトップというかあの一番前っていうのはこだわりっていうのはありますか。そうですね、やっぱりありますね。僕がやっぱりこれから上の舞台でというかさらにレベルを上げた舞台で僕自身は目標だったりとか夢だったりとかっていうところに近づくためにはやっぱり一番前で勝負していくっていうやっぱ強い思いというか、そこで勝負したいっていうのがやっぱりあるし、そこのこだわりっていうのはやっぱりあります。であの、まあ、10代の頃のインタビュー改めて振り返ってみて、やっぱ自身がその世代の中心としてあの引っ張るっていう思いの強さっていうのを改めて感じたんですが、そういうのはやっぱりあの10代の頃から強かったですか。そうですね、代表に選んでいただいて呼ばさせていただいている中で得点も取らせてもらっていましたし、ここからあの僕がこの世代の中心としてやっていくんだっていうこう強い思いを持って、うん、10代の頃二十歳前後頃は望んでた記憶はっていうか気持ちは強く思ってました。でその2017年の U20 ワールドカップですね、あの初戦の南アフリカ戦でゴールを決めてっていうところで次のウルグアイ戦っていう、あの本当怪我っていうのは本当いろんな思いがあったと思うんですけど、あの時の心境というのは実際どんな感じですか。そうですね、まあ僕自身も本当にここから先ステップアップしていけるっていうタイミングであのジュビロでも少しずつこう出場機会だったりとかも得れてる中 でアンダー20ワールドカップってい う, こう本当にいろんな人が見に来る海外のスカウトとかも見に来る中で の, あの大きいかっていうのは、まあ、僕自身のこうサッカー人生のある一つ変えた分岐点だったと思うし、まあ、若かったですし頭が真っ白になってこう悔しい気持ちというかどうしていいんだっていう、こうどうしたらいいんだっていう気持ちというかそういうのが強かったです。それで、ね、あの長い治療とリハビリを経て復帰されました。膝のその大怪我を終えて変わったことだったりっていうありました。怪我に対しての考え方だったりとか自分の体のとの向き合い方付き合い方、まあ、そういったところがやっぱり一番期間は学ばせてもらったかなと思います。でその2021年になりましたけどその東京五輪あれは同世代の選手たちが出場しているのを見てどんなことを感じましたか。率直にはやっぱり悔しい。自分がまず一つの目標としていたのが東京オリンピックの舞台だったし、そこを目指していろんな決断をしてきたところもあったし、その中で、まあ、自分の名前が改めて呼ばれてないっていうのを目にした時にはやっぱりと悔しい気持ちは強かったですね。で今の本当 A 代表にはスピード型の選手がすごい増えてきている一方でその大型の
選手が少ないっていうところもあると思うんですけど、まあ、なんか小川選手自身は今の代表チームどんな形で見ていますか、どんな感じで見ていますか。正直一番前のところは固まってない感じのところはありますし、まあ見てて難しいだろうなっていうふうに思うこともありますけど、僕でも全然そこのポジションを僕が担うというか、それぐらいの覚悟というかそういうのもありますし、できる自信もあるし、スピード型の選手が結果を残して代表に上り詰めただけであって、僕自身が結果を出してそこまでいけば大型の選手がフォワードに起用されることも全然あると思うし、まあ、そこは結果を出したもん勝ちかなというふうには思います。でその東京五輪世代もたくさん入っているその A 代表がそのカタールワールドカップに来月出場しますが、どんなところに注目したいって思ってますか。そうですね、やっぱフォワードは見ますね。もちろん行けるところまでワールドカップは進んでほしいと思ってますし、ただそのフォワードの活躍だったりとか、僕も勉強にさせてもらうその大きな舞台で、僕も目標であるその大きな舞台でフォワードはどういった動き、どういった活躍、どういったモチベーション、どういったそのメンタリティで臨むのかっていうのは僕自身もすごい勉強になると思ってるので、そこには注目してみたいと思います。はい、ありがとうございます。本当お疲れのところありがとうございました。はい、ありがとうございました。シーズン本当お疲れ様です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。